こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアのアマゾン。オーストラリアのアマゾンはね、いよいよ今月から物販を開始する予定です。日本に住んでいるなら、オーストラリアのアマゾンに参加して稼がないと損です。これで、オーストラリアの消費者には歓迎すべきことです。何しろオーストラリアって物価が高い。 ねコーラが400円ですで。それからね、弥生県のサバ塩定食2500円ですで。100円ショップダイソーがね、日本だと100円ですけど、オーストラリアだと250円、2.8ドルです。でね、アマゾンが参入すればね、こういった物価高が是正されて、まあ、買い物が便利になるんじゃないかということでね、えー、小売業者にはもう恐怖なんですけど、えー オーストラリアの消費者は楽しみに待ってます。で今までのようにね、えー、欲しいものが品切れ。これ、オーストラリアね、えー、欲しいものを買いに行ったら品切れってよくあります。で次いつ入るんですかって聞いてもね、そんなの分からないと。あるいはね、入るときは入るとか、そういう舐めた返事しか来ないですで。あとネット販売もね、一応あるにはあるんですけど、まあ、注文するとね、間違えたものが忘れたことに届くと。 で、そっちかも価格は高いって。まあ、全く使い物にならないですね。まあ、こんな商売をしてるんでね、アマゾンが来たら顧客を奪われるというのはまあ必須であるとで。今現在ね、この日本から、えー、物価はもう、えー、3倍、あるいは5倍、で、物によっては10倍。まあ、物によって10倍っていうかね、えー、日本だとそんな低い品質のもの売ってねえだろうというようなもんがね、えー、日本だと100円ショップであるようなもんが、 向こうのホームセンターではね、1000円ぐらいで売ってるというのはザラにあります。まあ、そんな市場にオーストラリア、アマゾンが参入すると。でもうすでにね、メルボルーンで FBA 倉庫が稼働してます。オープンしてます。これがね、えっ、ー、と、1ヶ月より以上前の話で、まあ、10月にね、オーストラリアアアマゾン物販を開始するだろうということなんですけど、 ままあ、もなく、えー、開始されます、まあ、この機会にね、えー、テンバーアカデミーのサポートを受けて、アマゾン輸出を始めてください。まあ、オーストラリアはね、物価が高いと、ねまあ。なんか日本人って、勝手に日本が物価が高いとね、ね、えー、イメージがあるんですけど、まあ、それはね、もうね、あのバブル後をしばらくして、えーまあ、失われた20年という間にね、えー、日本以外の国はどんどん成長して所得も上がってると。 日本だけが取り残されてるんでね、日本は物価の安い国になってます。だからね、日本より物価の高い国をね、ん日本より物価が安い国を探すのがちょっと困難だと。ね、それ品質を抜きにすればね、えー、安い国はいっぱいありますけど、まあ、日本、まあ、日本製品では世界中どこに出しても売れますし、喜ばれますからね。日本品質の商品を、えー、日本ほど安く、えー、手に入れられるところはないと。 例えばね、えー、タイの普通の人が今、日本にビザなしで旅行できるようになったんですけど、驚いてますよね。日本の外食安いねとね、あの感動してますよね、まあ。タイの食事安いとか言ってもね、えー、タイの、まあ、それなりの食事は安いかもしれませんけど、日本でね、普通に安く食事できるような品質の食事をタイ,タイで食べたらやっぱ高いですからね。 そう考えると、もう日本人が物価が安いと思っている国からも、逆に日本は物価が安いと、タイは物価が安いとあ高いと思われているわけですしましてオーストラリア、オーストラリアって、ね、日本人はそういうイメージないですけど、香港とオーストラリア、それからスイス、この3つがおそらく、ね、世界で最も物価の高い地域であろうと言われているぐらい物価の高い地域です。 ですんでね、えー、非常に、えーまあ、チャンス到来という形なんですけど、まあ、チャンス到来というだけではなく、えー、何もやらないというリスクも日本にはあります。まあ、日本ではね、えー、なんでそんなに、えー、物価が安いのかということなんですけど、えー、購買力がもうないんですね。で、今や日本にとっての一番のリスクは、ね、日本人にとっての一番リスクは、長生きリスクと。 今、悠々自適でね、普通に働いてて、いや普通に贅沢してもね、お金余って貯金してんですという人以外は、まあ、年取ったらかなり悲惨なことになるのは、もうほぼ間違いないと、ね。いやいや、だって日本はね、えー、GDP、えー、GNP、えー、第3位世界3位の大国ですと、まだ大国ですというね、えー、意見もあるかと思うんですけど、まあ、実際問題ね、私も、まあ アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、ねえー、アジア、中国、いろいろ旅行して、その世界第3位の経済大国という割には日本の物価は安すぎるし、日本人の標準的な生活苦しすぎるのはなぜだろうと思って調べたらですね、GNP っていうのは、えー、実は公共事業とか、えー、誰も通らない橋とかね、えー、なんか土を、ねえー、あそこからこっちに移して、えー、何兆円とか、 そういういもものも全部入ってるんですねだから実際にその給料がもらえるとか生活が豊かになるとかいう数字とはあまり直接は関係のない指標であるというのが分かりましてそう考えるとねやっぱ国民一人当たりの所得がいくらだという方がねはるかにその豊かであるか豊かでないかの判断基準にはしやすいとそういった意味ではもうすでにその一人当たりの所得は 日本は世界第29位かな、えー、もうあの、その、パッと思い浮かぶようなね、大きなメジャーの国の中では、もうあの全然最下位グループにいるわけですから、まあ、生活苦しくて当たり前と、今のままじゃどうにもならないというのはほぼ確定してます。でね、まあ、長生きなんかするんじゃなかったと、ねえー、でしかも、えー、老後破産、普通の人でも老後破産するというのがね、今、流行ってるというか、問題になってます。 老後破産する人の5つの原因。家族の病気。本人の病気。ね。長生きしては病気になりますからね。この可能性は非常に高いです。それから家族のアクシデントと。ね。えー、まあ、またこれもね。弱り目にたたり目というか、何かあったら困るね。何もなきゃいいねという時に限ってアクシデントが起こると。で、家族のビジネスの失敗。本人のビジネスの失敗と。ね。このままじゃまずいから何かやろうと。 このままじゃまずいから何かやろうと言って、えー、失敗する例ってのは非常に多いです。ね。えー、老後の資金でね、えー、うどん屋だのね、えー、飲食店初めてね、えー、退職金全部溶かしちゃったとか、ね、FX とか株式投資をね、えー、やってちょっと増やそうと思ったら、えー、増やすどころかマイナスになっちゃいましたとか、まあ、そういう悲惨な話はいくらでもあります。で、じゃあね、やっぱ固く貯金しとくのが安全だというふうにね、 思いがちなんですけど、貯金はむしろ危険であると。貯金は,貯金は家族の争いのもと、ねね。私は不動産業二十、まあ、数年やってきましたんで、親が、ね、自分の自宅を売って、まあ、それを、ね、ちょっと趣味に使ったりとか、あるいは、ね、あの引っ越しに使ったりしたいと言って、ね、反対されるというケースを何回も見てきました。 売って現金にしたら使っちゃうんじゃないかと。俺の家を勝手に売るなと。えー、息子なり娘が言うわけですね。いやいや、俺の売家って親の家だろうと思うんですけどね、まあ。いずれ相続して自分がもらう予定の家だから勝手に売ってもらっては困ると。売ってお勝手にしちゃったらね、好きなことに使えてなくなったらどうするんだと。いやいや、そういうなんかね、えー、あまり見てて楽しくないケースをたくさん見てきました。ね、資産があれば安泰というわけじゃなくて。 むしろ争いにしかならない。もちろん資産がなくてね、長生きするのも、えー、押し付け合いで寂しい思いをすると。まあ、どうなるんだろうねって話ですよね。で、ジム・ロジャース、ね、えー、ジョージ・ソロスト、パートナー組んでた、えー、世界最高の投資家といわれる人ですけど、なんかもね、日本はまあこれからハイパーイン,プレインフレになるだろうというのを警告してます。ね 今、日本はインフレターゲットでね、インフレ、年2%のインフレにしますと言ってるわけですけど、えー、うまくターゲット通りコントロールできるってことはないんでね、えー、通常は、えー、本当にインフレにできたとしたら、えー、行き過ぎたインフレになるのはまあ目に見えてると。まあ、今ぐらいジャブジャブお金を吸ってね、あちこちばらまいてれば、そうなるのは時間の問題だと、ね。普通のサラリーマンとか一般庶民には、そのジャブジャブばらまいてるのは見えてないですけど、 ま、企業とか地方自治体の予算はね、えー、すごい増えてます。なぜならジャブジャブ、えー、お金を吸ってばらまいてるからなんですね。これはもうインフレの種なんで、インフレ来るのはもう時間の問題。で、それからね、お金があれば、まあお金があればてかね、インフレが必ずやってくる。人は必ず死ぬっていうのと同じぐらいに、お金があれば税務署は必ずやってきます。ね。で、えー、まあ、極端に言えば、何癖つけて捉えるのが関根山と。 今、難癖つけるのをね、えー、もっと、ね、いろいろ取れるように、死んだ時の消費税と、ねえー、貯金残して使いもしないで死んだっていうのは国の役に立ってないから消費税かけましょうという話も出てきてます。ね、もう景気悪くなってあの予算がだけだと身も蓋もないですよね。でそんな時にまあどうするかと。だったらね、もうあの貯金を貯めるとか、 今のままじゃもうどうにもならないんで、必要な時にね、必要なだけの金額を稼げるように、自力で稼げる力をつけるしかないと。でそんな中、私が旅行してきて、今回ね、3ヶ月間旅行してきたんですけど、ロンドン、パリ、ポルトガル、リスボン、ギリシャのクレタ島、どこでも見かけた光景があります。ね、こうやってお土産売ってます。 これきっとね、あのー、難民とか移民してきたとか払った、失業して働けないとかいう人が、やっぱりね、このお土産品とか売ってると。で、この物を売るっていうのがやっぱりね、一番、えー、確実な稼ぎ方です。で、それからリスクが非常に低いと、ね。いきなり店舗を構えるわけじゃなくて、もうその辺の路上とかね、歩きながら売ってます。で、えー、もう失敗は少ないと。 で、あんまり稼げなくてもね、えー、仕入れ資金ぐらいはもう回収しようということでね、えー、頑張って売り続ければ回収はできます。で、今の日本時代日本に住んでいることに感謝というのはね、えー、先ほど言ったようにね、えー、非常に景気悪くて、えー、お先真っ暗なんですけど、ただ、そのおかげでね、えー、物価はすごい安いです。で、仕入れがいくらでもできると。ね、世界一 安い価格で仕入れができる。しかも、アマゾンで物を売れば簡単に売れる。アマゾンで物を売るために必要なものは、アマゾンが認めた国の政府発行の身分証明書、パスポートとか免許証ですよね。それから、アマゾンが認めた国の銀行口座、アマゾンが認めた国のクレジットカードと。で実はこの アマゾンの海外のね、えー、対応講座に日本は入ってないんですけど、えー、ペオニアとかね、ワールドファーストというサービスを使うことによって参加可能です。で日本製品はね、えー、世界中で高く売れます。それからね、日本製品っていうのは、まあ、今やね、工場は日本じゃないところにあるのも多いんで、まあ、中国か、まあ、東南アジアかね、えー、海外で作った製品も含めます。日本メーカーが管理した製品っていうのは、 品質がいいんで高く売れますで。しかもね、アマゾン質というのは簡単です、えー。仕入れたものを販売して、儲かったものを売り続けるだけです。で100円で仕入れたものを1000円で、えー、1000個売ると100万円の売り上げとで。仕入れが10万円だから90万円の素利益になりますで。ここから経費が、経費を引いたものが利益と。で、えー、100万円から10万円を引いて、えーで、90万円の素利益です。で 送料料とと手数料を引くと、まあ、本当に物販というのは簡単な算数の問題なんですね。でも実際にはこのような理想的な形にはならないです。まず売れ残りリスクというのがあります。まあ、1000個仕入れてもね全部は売れません。もうこれ、基上の空論ですね。1000個仕入れて全部売れたとのは基上の空論と。で、100個以下の売り上げだと仕入れ代金にもなりません。ただね、いきなりなんか輸出、あるいは輸入を始めてね、 えー、どっさり仕入れて、で、えー、売れなくて撤退っていうのは本当に多いです。それから経費倒れのリスク。経費をよく理解しないとね、輸送費やア,メアマゾン手数料引いたら赤字と。これもまたね、勢いよくたくさん売ってる人でもね、赤字と。何の戦略も戦術もなしに、ただ赤字になってるというのもね、えー、驚くことによくあります。それから返品リスク。返品が多いと赤字になります。 また返品が多いとね、アカウントが削除されることもあります。Amazon ア,アカウントが削除されることもあります。それから、アカウントの削除リスク。Amazon、ね、のルールを破ったり、ご機嫌を損なうとアカウント削除されます。ね、売り場所がなくなれば、これはもう手の打ちようがないですね。でこれらのリスクを初心者が自力で回避するのは難しいです。えー、テンバーアカデミーでは、初心者でも稼げるように Amazon 輸出サポートを提供しています。このサポート内容です。 チャットワークのサポート。これもう回数無制限。月100回以上やってる人も何人もいます。でね、スカイプサポート。月2回、1回45分。これはね、いろいろ状況を聞いて、まあ、商品、こういうのをやりましょうという話をしたりね、あるいは、えー、やってることを空回りし,しないように、ねえー、効率のいいやり方を話しながら、えー、アドバイスしたりしてます。 このチャットワークとかスカイプね、初め使えませんと、わかりませんという方には、メールとか電話でもサポート可能です。それからサポート内容にね、ジャンルの制限はないです。アマゾン一室だからアマゾン一室のことしかしないとか、オーストラリアアマゾンだからオーストラリア以外は教えないとか、そういうことはなくね、もうヤフオクの仕入れでも、日本のアマゾンで売る場合でも、もちろんアメリカのアマゾンで売る場合でも、あるいは高額金は eBay を使って売りましょうとかね、 そういうのも全部サポートしてます。会員さんがね、お金の得になると、ストレスを減らすことができると、時間の節約になると、そのためのサポートは内容問わず全部サポートしてますし、サポート、そのサポートはオプションでいくら必要ですとかいうことはありません。もう一律全部サポートしてます。そのサポートの費用なんですけど、初めにかかるのはね、75万円です。 で、まあ、サポートの直接の費用がね、55万円。これは入会金と半年間のサポート費用の合計です。で、それから、まあ、半年経ったら7ヶ月目以降はね、月額3万円でサポートを継続していただくことは可能です。それから、その75万円と55万円の差額は20万円。この20万円は商品の仕入れ代金ですね。仕入れと送料。それで20万円。とりあえずね、初めからたくさん仕入れると、 えー、売れない商品を仕入れる可能性もあるんで、初めは少しもう本当に1商品1個、あるいはね3個仕入れて、売れた商品を次、仕入れていくと、えー、売り続けるという形なんでね、えー、非常に硬、えー、いやり方、えー、地味ではありますけど、えー、リスクが少ないという形でね、えー、稼いでいただきます。で、かかる費用ってのはこの75万円だけですから、 まあちょっとした企業に勤めている方の、まあボーナス1回分の費用ですね。で、リターンは一生ものの自分で稼ぐ力と。ね、もう、あの、自分で稼げるようになってしまえば、もうずっと自分の目標額を稼ぎ続けることができると。で、一方、ね、えー、節約してボーナスを毎年貯金して、まあ3000万の貯金を食べましたと。ね、でも、貯金はね、ちょっとしたアクシデントではなくなります。一方、身につけたスキルはアクシデントの時こそ役立ちます。使えます。 一見安全な貯蓄は実はハイリスクローリターンと。インフレには弱いわね。事故があれば一発で溶けてしまうわということになってます。一方ね、自分自身のスキルを高めるというのはローリスクハイリターン。最も効率の良い投資です。特にね、サラリーマンの方もあの自分で稼げないですからね。やってみると驚くほど稼げないことが多いです。ですんでね、えー、もう歯車の一部として やってる分にはね、稼げてるつもりで自分でやってみたら全部の歯車はね、やったことないんで、回せなかったと、全然稼げないというのが多いんで、もう自力で稼ぐ力をつけとかないと、リストラ一発、会社倒産一発で人生積んでしまうという形になります。自分で稼げる力をつけ,つけておくことが、まあ、今の日本人には必須なんじゃないかなというふうに思いますね。 まあただ私は誰にでもサポートしているわけではありません。以下の3つの条件をクリアした人だけサポート可能です。まず1番目。まあ、サポート費用55万円と、えー、仕入れ代金20万円の合計75万円が無理なく払える方。ね、これはあの、お金この,この費用をね、えーまあ、借金してとか、まあ、カードで回してとかね、それやめてください。えー、余裕を持たずにやるとね、えー、大体自爆します、ね。勝手に自滅するんですね。 焦って焦って、で、ね、やなくてもいいものを買っちゃったりね、えー、待ってりゃいいものを焦ってね、なんかやっちゃったり、あるいは気が焦ってね、空回りしたりして、稼げないです。だからね、えー、無理なく払えると。無理なく払える方ほど、えー、無理なく稼げるというねある、ある意味皮肉なんですけど、まあこれが真理なんでね、えー、これを無理なく払える方に、えー、 無理なく、半年間で稼げるスキルを身につけていただくという形です。それから決断力があると。このサポートを受ける、受けない、決める決断力もそうですし、ここに行ってあれを買ってくださいと、こういうものを買ってくださいと、次はこれをやって発送してくださいと。そういう簡単な話をするんですけど、そこで、ね、悩まれる方がいるんですね。それ買って、これを送って、アマゾンでね仮に5年後、10年後稼げるんでしょうかと。 5年後、10年後の話じゃなくてね、ねまず半年半年で稼げるスキルを身につけて、まあ、その後どれぐらい稼げるかはね、ね、えー、その市場とかアマゾンの特性とかによって変わってくるので分かりませんと、まあ、ただ少なくともね別に5年、10年経たなくても、少なくともね1、2年で十分ね、えー、投資したこの75万円何倍にもなって返ってくるわけですから、まあ、そこまで考えなくてもいいんじゃないかなと。 思いますただね、そこまでなんか考えて動かない方が動けなくなっちゃう方がいるんで、その最低限ね、言ったことは、要はやろうと思えばすぐできることしか言いませんので、少なくともそれをね、1週間経ってもやってないと、ねなぜなら心配だったからとかっていうのはやめていただきたいと、まあ、そういうね、決断力があれば、ね、決断して行動する力があれば、何の問題もないんで、サポートさせていただきます。 で3番目、クレジットカードを持ってると。でこれ、クレジットカードもないと今、アマゾンのアカウントを作れないです、まあ。何らかの事情でね、クレジットカードを使っ作れない方は、デビットカードでは、えー、アカウントを作れませんのでね、サポートできないという形になってしまいます。で上記、ねえー、条件をクリアしていれば、一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。こちらのリンクをクリックして、今すぐサポート内容を確認してください。 以上、天板アカデミー堀秀夫でした。